古川元久は、日本の政治家。国民民主党所属の衆議院議員、国民民主党国会対策委員長。野田内閣、野田第一次改造内閣、野田第二次改造内閣で、国家戦略担当大臣兼内閣府、特命担当大臣を務めたほか、内閣官房副長官、内閣官房国家戦略室長兼内閣府、副大臣、衆議院内閣委員長。 衆議院沖縄及び、北方問題に関する特別委員長、衆議院科学技術、イノベーション推進特別委員長、希望の党幹事長、旧国民民主党幹事長、旧国民民主党代表代行等を歴任した。愛知県名古屋市生まれ。愛知県立浅日岡高等学校卒業後、東京大学に入学。東大在学中の1986年、20歳で、 司法試験に合格した。1988年、東京大学法学部を卒業し、大倉省に入省。1993年、アメリカ合衆国コロンビア大学大学院に留学し、国際関係論を専攻した。翌1994年、大倉省を退官。1996年、旧民主党決闘に参加。 第41回衆議院議員総選挙に、旧民主党公認で、愛知2区から立候補。新進党公認の青木博之、自民党現職の田辺広に次ぐ3番目の、得票数だったが、重複立候補していた比例党会ブロックで復活し、初当選した。1999年7月、本会議で国旗及び国家に関する法律に、賛成票を投じた。 2000年の第42回衆議院議員総選挙では、愛知2区で前回敗れた青木博之を下し、再選。2003年に参戦。2005年9月11日の第44回衆議院議員総選挙で4期目の当選を果たす。同年9月12日、民主党代表の岡田克也が、総選挙大敗の責任を取り辞任を表明。 岡田の辞任に伴う代表選挙では、前原誠二の推薦人に名を連ねた。同年、世界経済フォーラムのヤンググローバルリーダーズの一人に、選出された。2007年には、古川、近藤正明ジェームス、道前のりおの三人で、NPO 法人、テーブルフォー2インターナショナルを設立した。2009年、鳩山幸雄内閣で、内閣府副大臣に任命され、 国家戦略担当大臣である、菅直人副総理の下で、初代国家戦略室長も務める。翌2010年6月、菅直人内閣で、内閣官房副長官に就任し、菅直人第一次改造内閣まで務める。2011年2月、東役員人事により、民主党代表代行に就いた、戦国義とのもと、代表代行補佐に起用される。 同年8月26日、菅直人首相が民主党代表辞任を正式に表明。菅の辞任に伴う代表選挙では、前原政治の推薦人に名を連ねた。国家戦略、経済財政担当大臣2011年9月、野田内閣で、国家戦略担当大臣県内閣府、特命担当大臣に任命され、初入閣した。合わせて、 社会保障及び税に関する改革を一体的に推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整、宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整を担当する国務大臣も兼務した。2012年2月10日、野田改造内閣の発足に伴い、 社会保障及び税に関する改革を一体的に推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整へのみ事例を説かれた。2012年7月12日、内閣府への宇宙政策委員会設置に伴い、宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整を廃止。 同日、新設された、内閣府特命担当大臣の補職事例を受けた。2012年10月、野田第三次改造内閣発足に伴い退任し、衆議院内閣委員長に就任。同年12月の第46回衆議院議員総選挙では、民主党公認、国民新党推薦で出馬。与党に、猛烈な逆風が吹き荒れる中、 愛知2区で自由民主党新人の東郷哲也郎、下し、六選。なお古川は、第42回衆議院議員総選挙において、愛知2区で当選して、以来、4回の総選挙で、対立候補に誰一人比例復活を許さなかったが、この総選挙では、自民党の東郷が、比例復活により当選した。2014年12月の、 第47回衆議院議員総選挙では民主党公認で愛知2区から出馬し自民党の統合に比例復活すら許さない票差をつけ7 0 2015年衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員長に就任した。2016年9月15日の民進党代表選挙では前原政治の推薦人に名を連ねた。 2017年7月27日、民進党代表の連邦が、同月の東京都議会議員選挙の結果を受けて、辞任を表明。連邦の辞任に伴う代表選挙では、前原政治の推薦人に名を連ねた。2017年10月の、第48回衆議院議員総選挙には希望の、投稿人で出馬し、自民党の田畑武史を破り8戦 同年11月、党幹事長に就任。2018年5月7日、民進党と希望の党の合流により決闘された国民民主党に参加し、希望の党に引き続いて党幹事長に就任。2018年9月11日、党代表代行に就任。9月18日からは、党政治改革推進本部長も兼務。2019年10月29日、 国民民主党憲法調査会の会長に就く。古川氏は9条への自衛隊名規案など、自民党の会見4項目について、我が党として反対だとした上で、憲法議論は積極的に行っていくと述べた。2020年7月15日から、国民民主党と立憲民主党の合流協議が再開するが、国民民主党側で結局意見がまとまらず、 8月11日、同党の玉木雄一郎代表は、立憲民主党への合流組と、残留組に分党すると表明した。続いて、自身は、合流に参加しない意向を示した。同日、古川は、新聞の取材に対し、代表と行動を共にすると述べ、合流新党への不参加を表明した。2020年9月15日に不参加組による、新、 国民民主党の設立大会が開かれ、古川は党国会対策委員長に就任した。2021年10月31日の第49回衆議院議員総選挙では自民党新人の中川木本を破り急戦。ありがとうございます。